2020年の11月に行われた試合を振り返っていこうと思うんですけど、ちょうどこの時から可変システムが導入されまして、はい、そうですね、早速映像これから流れるんですけど、早速あのタッツの説明から入るんですけど、うん、タッツ覚えてるこの時の、まあ見たら分かると思うんですけど、グダグダにやってしまいまして、ちょっと怒られました。反省から入る。怒るなんてなくない？怒ってはないけど、まあちょっと後悔した。ああそうなんだ。守備どの辺？守備の形。守備の形。グダグダ。あ、そうだそうだ。カッツがね嘘言ったんだ。そんな戦術してないっていうので、はい、2ヶ月ぐらいその守備に関しては何も変えてないから、はい、2ヶ月ぐらいやってるのにあれこいつずっと勘違いしてたんだって思ったんだよね。それ。なんか圧縮のところとかねちょっと。相手が前に運んできた、あれ何だったら、まあ、見てみようか。はい、うん、じゃあそのところもちょっと注目して、うん、その出来事を覚えてみよう。はい、じゃあ早速見ていきましょう、はい、どうぞ。ちょっと勝つから説明して守備のやり方ですね。前からの守備と、あと突破された時のまず、ハイプレスは相手のボールに対して、シャドウの人がサイドバックを抑えてから、ここからコースカットプレスで、フォワード円が遠い方を切りながら、まずはロングボールを蹴らせる。相手のサイドを潰した上で真ん中で取るイメージ。真ん中にボールが入ったらここに対して圧縮してここで奪うと。そういうイメージで。で OK ですか？うん。2ボランチの片方が相手のバイタルをケアする。で、ここでフォワードが剥がされた。ってなった際は、ボールサイドに対して圧縮して、ここのシャドウの人は必ず後ろ向きのサイド、相手のサイドバックへのパスコースを切って、あとは全体で圧縮して、こう圧縮した上ではめて取ると、こういうイメージ。剥がされた時の同サイド圧縮がちょっと説明薄いかな。剥がされた時の同サイド圧縮、例えばボールがここの時でしょ、そう、この時は、もう跳ねるじゃん。何が当たるの？普通に、まあ、さっきちょこっとだけ言ったんだけど、例えばここにボールがある状況の時によくあるサポートとしては、こういう風に来たり、そうそう、こう来たりとかする。この時にみんな、ちょっと今のだと迷っちゃうね。この時にやってほしいのは、ちゃんとここにつきながら戻る。で、こっち側の内側の人を、これは、まあ、まあさっきの説明とかと。だとダブルボランチが前に出てるけど、この状況になったらもう前からの守備とは形違うから、同じサイドの選手を切って、でこういう時センターバックをサポートくるでしょ。この時にちゃんとフォワードがこう来てっていう風に、こういう風な状況を作る。で逆サイドの選手はこういった時にここに通せるの嫌だから、これもこっちで、ここをこう蹴られるの嫌だからこれもこっちで、ここを走られた時のことをケアしながら中間ポジションで、ここは捨てるエリア、これスラック書いてあったのみんなわかるよ。じゃあここをちょっと今度からまあもう一回説明しよう。はい、まあそんな感じ。じゃあここからちょっと攻撃のことをやります。今のスタメンのメンバー 5-4-1 でここに並んで、相手がプレスかけてきてる状況、昨日もあったんだけど、バックパスがダメだと思って無理やり前にやろうとして、自分が無理やり前にパス出すってことは次受ける人も後ろ向きになるじゃん。で危ないから何を優先順位するかっていうと、キーパー、キーパーに戻すとキーパーは絶対前向きでボールもらえるから、でここでみんながつくべき場所についてれば大丈夫で、ここからの説明ね。じゃあ、ここから、俺らのチームのルール、ビルドアップっていう風に言ってたけど、GK ビルドアップ、ゴールキーパー使ったビルドアップと普通のビルドアップの2種類。なんでかっていうと、GK ビルドアップと普通のビルドアップで可変の仕方が違うから。まず GK ビルドアップ、キーパーにボール入りました。はい、動いてみてください。岩崎さん、で、ダブルボランチ、この状況だと朝日と岩崎じゃん。この状況の時キーパーだったらどこ出すか、かウィングバックか、ウィングバックか、もしくはほら2対3になるでしょ、絶対出せる。で相手のこのポジション取りによって思考を、まあ、クリアしておく。じゃあ今度は普通のビルドアップのポジションに変えてください。そう、いいね、いいね、いいね、そう、そう、マギちゃん、そう、これで、この時にね、すごい細かいんだけど重要なのが、相手のダブルボランチのこっち取って、ボランチは、そうそう、なんでかっていうと
こうなっ、そう、こうなった時に、いや俺、タクマのやったんですね。この右の、あ、この時にもう一個ルール、今度からセンターバックとか言うと、今のセンターバックなのか、動いたセンターバックなのか分かんないから、右センバーポジ、ウィングバックポジ、センターハーフポジって感じで、ポジション、そのポジションにいる人っていうことを表す時は、ポジって後につける。こういうのやっていかないと分かんなくなっちゃう。で、今は右センバーポジに入ってるタクマ、もともとは右センターハーフでしたね。右センバーポジに入ってるタクマが、ちょっと、ユウ君をかわして持ち運びましたと。この時にまずスキップロード見えるでしょ。で、ウィングバック、パジいるべき。そう。でやると、相手のサイドハーフが開くか閉じるか迷うでしょ。で、時にここ入れるのが一番いいし、で、ここ入んない場合、どういう状況だと入んない。そう。ってなったら、これだけ。ここだけは絶対取っていく。結構簡単な職に思考整理性だ。これを今日は、攻撃でいかに再現できるかっていうのを見てるので。よろしくお願いします。じゃあここから着替えしてアップしましょう。よろしくお願いします。よーっす。はい、はい、ちょっとツッコミどころが多いんですけど、まずかつ間違い探しっていうか、何がね間違ってるか視聴者の方は多分分かってないもんね。俺になんか言われて、もしかしたらかわいそうに見えてるかもしれない。ちょっとこの当時あんまり分かってないのがバレちゃいました。だいぶ俺優しく教えてるけどね。あれ迷ったんだよな、カッツのこと考えたら、あそこで言うのかわいそうなんだけど、あそこで言わないと今日の選手たちが迷うと思って。実際どういうシステムだったのっていうと、カッツボール出せる。はい、まずハイプレスの場面なんですけど、ここで、このサイドバックからサイドバックからセンターバックに出る、ここはまあ OK なんですよ。本当にもうボール持ってる人に対して、はい、そっちの方のサイドのシャドウが相手のサイドバックとボール持ってるセンターバックを引きながら出てくる。はい、この時のここがおかしいんですよ。ここをねちゃんと相手442の時は言ったらこのダブルパンチどう抑えるっていうので、はい、で正しいのはちゃんと結構人多い。あ、大丈夫です。大丈夫。ちゃんと相手の2ボランチに対して背中から見て、で1人がここのセンターバック、ボランチとフォワードの間のスペースを埋める、これが正しい形なんですね。これをまあぐちゃぐちゃっと説明しちゃったんです。どういうふうに説明したっけ、なんかこう、あ、なんかふわっと言ってる。ふわっと、もう簡単にロングボール蹴らせて取るんだよって、ここが埋まってないのにってことだよね。適当なこと言いました、すいません。でその後なんかあれだよね、こっちに行った時に同サイド圧縮って言って、はいはいはい、そうそう、こういうこっち、この相手が運んで、この辺に運んできちゃったら、まずここはここを切らせないでみたいな、なんかこう瞬間移動してるみたいな説明になってくる。俺がその辺でおやおやおやってなって、じわじわ近寄ってくるっていう。ちょっとカッツもね、りょうさんの顔ちょっとじわじわみたいな。あの編集面白かったな。自信がないのもちゃんと現れてました。ここから攻撃時の火炎について説明していただくんですけども、これね、火炎がこの時にビルドアップの時にキーパーが持ちましたと、はい、でこの時にこっち側の可変がちょっと面倒というか、ズレを作るためなんだけど、このタクマがビルドアップでクロースロールしたがるタイプだと、はい、で、マイケルちゃんは1対1の守備が、できて、なおかつ中盤もやるからこう入れたい、ここが適材適所だと、攻撃の時には守備はこうやってもらうけどっていう、はい、で使っちゃうのは今上手くなってるけど、どんどんこの時にはそこまでビルドアップ安定しないと、だからこの時にこうで、でその時にこのキーパー側をビルドアップだと、ここ3枚いらないから、はい、キーパーの分の高校差あるから、はい、マイケルちゃん一列上がろうと、はい、あ、ここだったね、初期配置はこうだ、はい、一列上がろうってなると菅原君とこうマイケルちゃん被るじゃん、はい、だからこうだね、あっていう形で、じゃあここ開くからここに長谷が上がればいい、こういう形、はいはいはい、でここからキーパー組とビルドアップはこう1、3、4、1、3みたいな感じじゃん、はい、だけどキーパー組めないときは普通に 3-4-3 にしたいから、そのときにそのまま上がって亜生が真ん中に落ちるから、そうするとマイケルちゃんも落ちて、でレンがここにいるか菅原がここにいるかっていう、うん、GK ビルドアップと、あ、そうそう、ってたものはこの石杖っていうか、そうだからさ、もうサッカーさ自分で分析しててさ、はい、こうなんで俺はビルドアップのことをざっくりビルドアップって言ってしまってたんだっていう、あ、そういうなんていうのかな、こう自己批判につながってる。だって全然違うじゃん、キーパー含めたビルドアップとキーパー含めないビルドアップって。なのに
多分、まあ、ペップとかだったら分けてるだろうけど、はい、まあ、本当多分 GK ビルドアップとノーマルビルドアップ分けてちゃんと語ってるメディアってないよね、うん、先日ブロガーとかのブログでは多分あるだろうけど、キーパーの時は基本的に俺見たことないし、見たことあったら俺の中にその概念あったはずだから、はい、だから本当にざっくりビルドアップって言っちゃってたけど、うん、もうさ全然違う。で、基本あと3バックのチームがそんなに多くなかったから、うん、例えばペップバルサとかだったらさ4バックじゃん、はい、でこの状態でキーパー組めてる時は先場開いてこういうのやってたじゃん。そうですね。でキーパー組めない時はこのまま上がってここにブスケツが降りてきたじゃん、はいはいはい、だから GK とノーマル分けてなくてキーパーに入ったら2枚開くよね、キーパーいない時はアンカー落ちるよねって言ったんだけど、3バックのビルドアップのチームの場合はここをさビッグクラブが使ってないからあんま気にしなかった。コンテぐらいでこれやってるんだね。今コンテのさインテルはここあのデクライが上がってっていううちと同じような形やってるけど、この当時なかったから、だからちゃんとキーパービルド、GK ビルドアップとノーマルビルドアップをちゃんと分けて考えて、あの指導というかチームに落とし込んでいかないといけないんだなっていう風にちょっとこう改めて考えさせられた時期だったなと思います。監督をやってみて実際分かったこと、うん、そうそう、そこちゃんと分けて、だからこの日に GK ビルドアップ、ノーマルビルドアップって言ってるけど、はい、今でももう今当たり前みたいに使うじゃん。そうですね、まあ、この時を境に、まあ、そうそう、まあ、GK ビルドアップとかも生まれましたし、うん、まあ、可変とか、あと動作圧縮とか、うん、まあ、そういったこう今の地につながるような、そうそうそう、基礎が出来上がったっていう時期でした。うん、けどなんかあれだね、もう今こう右ここまでやってないもんね。やってないですね。そうそうそう、普通にまあ、そこまで相手が対応してきてないけど、だ全部マンマークではめてきたらこの時期のやり方でこっちもあるんだろうけど、はい、今はここの2枚に対してこうはめてきて、こうはめてきて、こっちも何マンマークでついてきてとかないから、これもしもマンマークとかでやってきたんならこういう風にポジションチェンジしてこうあるけど、はい、これやってきてない時期だから普通になんかこう相手を混乱させて味方も若干混乱させてるみたいな、うん、だけどまあタグマとかこの時の右サイドがちゃんとなんていうかな、モチベーション高くやってくれたからある程度機能してる右っていう感じですね、うん、じゃあその形がどう機能してるのか早速試合見ていきたいと思います、うん、どうぞ。抜かれんのはいいけど、前に勝つのだけだし。
たーおーい OK 公平か公平ナイスカバーナイスカバー公平さん戻さんだ早くマイケルちゃん、レンの方見て、レンが狙ってるときは逆にハーフバイタルで受けたわけ。
ベン・マイケルが突破された時に、はい、まあ守備の時にはこうなってるからね、はい、こう守備の時にはこうなってるから、はい、菅原マイケルがここで2人がこうバーって打ち抜かれた時にベンが戻って止めてくれたシーンだった。何やってんだよそうそうそう、それがありましたね。あっちゃった、懐かしい。そんな感じで、そうですね、うん、あとはまあ拓磨が、まあ、このクロスロール受けるシーンが何回かありましたね。そうそうそう、たくまがね、こうチアゴ好きだって知ってて、で、最初に練習来た時もアンカーを希望してて、はい、ずっと中盤だったから、うん、でもここでね、ボールをね、ゲーム作れないと、うちのサッカー成立しないね、ここが回せないと、うん。だけど、センターバックのキャラクターではないから、はい、じゃあもう可変でここをこうって言って、つかっちゃんにこう一列上がってもらってみたいな。つかっちゃんのここは今でもやりたいけどね。うん、うん、だけど、まあ。かちゃんが来るのが練習で、試合はそこまで来てないかな。で、来た時も今戦力充実してるから、ピー出てる時多いけど、うん、でも、まつかちゃんすごい、ね、今でもこの、インサイドバックとウィングバックで、こう右足で、シンプルな判断できる選手だから、うん、ちょっと見ていきたいなと思いますね。まあ、前半そのところで、うん、まあ、何回か惜しい形もあったので、うん。ですね。じゃあ、後半、はい、勝てるのかどうかと、まあ、念は入るのかどうかっていうところ注目して、見ていきたいと思います。うん、3バック左から公平、朝日、太田で、中盤4枚が左から飯尾、望月、拓磨、マイケルで、3トップ白石、蓮、菅原で、まあ、相手がさ2センバーこういるでしょ、うん、でうちの選手ってこういう風に寄せるでしょ、うん、これがきちんと寄せきれる時とか時間を奪えるないんだけど、この寄せが遅くなったりこっちの人の技術が高いと当然蹴られるじゃん、うん、でこの時今ライン上げてっつってこういう戦術取ってるでしょ、うん、だからここをやられると、うん、で相手も適当にこれ4枚取るけど、基本的にサッカーって3トップか4トップしかないんで、3トップで4123のパターンと44で4トップ、いずれにしろ5人で余ってるから、声かけ合ってついて離された時にとか、これをバラバラになってもいいから1回やった、うん、ポジションを持ってことですか、うん、だから例えばこの人がいる、この人がいる、マンマークディフェンスみたいな感じ、ね、そう、マンマークディフェンスの裏ケアがメイン、誰が分かるか決めといた方がそうそう、ただあれだよ、サイドに圧縮してるときはラインコントロールちゃんとしてね
はちょっと下がりすぎてるな。オッケーオッケー。そのそこはいい、大丈夫。太田さんが行ったらその分行けばいい。あのスペースは開けっぱなし、人を捕まえて。神が。キーパー戻す、オッケー。はい、スイちゃんがポジション取る。しんどいみたいな、うん、確かにそうだなと思って、うん、ラインを上げると例えば、まあ、まあ普通ここは足早いけど、まあ、こっち遅くてこっち早いとか、うん、なった時にこっちの人基準でこう上げちゃうと、いやこっちは裏引かれた時ぶち抜かれますってことがあるでしょ、うん、だからあそれ良くないなとか一人一人の間合いでやらせようと思ったんですよね、はいはいはい、で基本的に裏ケアメインでやってたら基本的にここは開くけど絶対裏にはやられないなと、で、空いたところは別に人を捕まえてればいいなと思ったから、一回この守備試してみようと思って、はい、今のシュアーブの原型になる守備が、こう一つの一般参加の方の、うん、あの本音から生まれた感じ。いやでもああいうのやっぱ、言ってもらうのありがたいし、それをね、すぐに取り入れて、それがうまくいってよかったですね。まあ、スペースじゃなくて人を管理するさ。そうそうそう。だからやっぱ今までの感覚だとね、ディフェンスラインの人が、こう釣られて、うん、あそれからさ、相手もちょっと前からプレスハマってたから、はい、嫌がってさ、相手のセカンドトップみたいな人がこう降りていくようになったんだよ、うん、だそこをこういう風に出てくから、こう開くからこう埋めてくれるんだけど、もうこれはもう開けといていいと、こう一人余ってるからみたいな感じで途中で言ってたの、うん、たくまそれは開けてって分かりました、管理して、はい、得点シーンを振り返ってみてどうですか。得点シーンは、あれ1個はモッチーの突破でもう1個なんだったっけ。あ、マイケルちゃん、マイケルちゃんのやつだ、はい、そう、だからこの時にあのやっぱマイケルちゃんいいのはあのボールをすぐに離しすぎない、うん、そうそう、あの持つところの判断と人に預けるところの判断ができてるから、うん、まあ似てないモッチーの個人技というか、そうそうそう、でこれこの時にねモッチーが、はい、もう俺来た時うまそうな子来たなと思って、で実際にこの前の ABAB の順番使ってるっけ、この試合 BABA だっけ、 AB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  か、で B の方で使ってうまかったから、なんかどっかに組み込みたいなと、で、タクマがなんか試合なんかでやったことあったら、あの人うまいっすよみたいな感じで言ってて、じゃあ使わなこうかなと思ったけど、 それであのそれ突破してくれたから、うん、まあ、ああいう、ね、個人の技術に頼った形になったから、なんか得点取ってるけどちょっと悔しさもありみたいな感じだったね、うん、チームで取りたいなみたいな。でもまあ今入ってくれてるでしょ。入ってます。入った後にまだ練習来てないもんね。そうですね。そうだから今後ね、モッチーがどういう使われ方をするかっていうのもレオザの監督でね、ゴール決めたのね、中央から突破、はい、楽しみにしてください、はい、シュワブの、まあ、ツイッター、バルズ学園のツイッターですけども、ツイッターとあとはインスタグラム、うん、まあ、各 SNS やってますので、うん、概要欄に書いてますので、よかったらサポーターというかね、そうそうそう、やっていただいて、それでね、選手とかチーム好きになってくれたら、はい、ツイッターフォローしてくれるだけでね、うん、選手とか頑張れちゃうし、はい、ぜひともよろしくお願いします。アトリート始まってもこうやって映像とか公開していこうと思ってますので、うん、はい、また広告期待ということで、采配とか批判されるようになりたいね。そうですね。あそこはあれだろうみたいな、なんかね、うん、言われたい、今は。うん。楽しみですね。そうそうそう。はい。ということで、これからも頑張っていきたいと思います。あと、レオザ君が入ること。あ、そうですね。そうそう、一番大事なこと。あ、一番大事なこと忘れてた。それ、俺ら癖としてあるよ。あ、楽しかったらですか。一般の人に何も返してない。そうそうそう。はい、それも概要欄に書いておきますので、よろしくお願いいたします。ではまた。バイバイ。